なみなよろしくお願いします。みなさんこんにちは。こんにちは。サンフレッチェレディース2023務めさせていただきます。はくなです。ココハです。リクです。わこです。ゆきなです。ルイカです。アイコです。7人合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。はい、今シーズンもなんとサンフレッチェレディースを務めさせていただき本当にありがとうございます。そして先ほどの、ね、説明にもあった通り 10年連続そしてエディオンスタジアムラストの大切な年にこうして務めさせていただけて本当に幸せです。今シーズンもメンバー全員ぶち熱く盛り上げれるよう頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もう皆さんご存知だと思いますが、来週2月18日土曜日はサンフレッチェ広島開幕戦です。もういよいよだね、もう待ちに待った開幕戦ですけど、はい、北海道コンサドーレ札幌戦で14時キックオフです。イエイイエイ。開幕戦からぶち熱く応援しましょう。ところで皆さん、楽しみは観戦だけじゃありません。私たちサンフレッチェレディースは毎回のホームゲーム戦の前に場外お祭り広場であるにぎわいステージでパフォーマンスをさせていただいているんですが、そこで毎回披露する曲を1曲目に披露したいと思います。皆さんもぜひ手拍子などで乗ってくださると嬉しいです。それでは聴いてください。サンフレッチェ広島公式応援ソング、ときめいてハートトリック。
の方も盛り上がってくださってありがとうございます。ありがとうございます。もちろん1階の方もありがとうございます。ありがとうございます。で、なんと実は私たち10期生が6人いるんですけど、ここカジル横川でステージをさせていただくのが初めてなんですよ。おー、どう？ここは初めての。観客として見たことはあったので、うん、こう実際ステージに立ってみて本当にお客さんとの距離が近いなっていうのを感じてて、1曲目からすでにめちゃめちゃ楽しんでます。イエーイ。小さいお子さんもありがとうございます。はい、そして今日は縁日ということで、皆さんから見て右側にある美味しそうで楽しそうな屋台が屋台もあります。やったー。イカ焼きなどのグルメやスーパーボールすくいなどの小さなお子様から大人の方まで屋台になっております。はい、皆さんも食べられましたか？なんか遊ばれたりとか何しました？えちなみにスプラメンバーさ、10期生はさ、ステージも初めてって言ったけど、はい、屋台もじゃ初めてって。初めてです。初めてね。なんか気になる遊びとかある？あ、あります。お、私はあのぷよぷよボール射的っていうのがあって。おー、私も思ったぞ。ねえ、ねえ、思ってた、思ってた。そう、なんか射的って結構あるけど、ぷよぷよボールみたいな、ちょっとで、さっき通ってきたんですけど、うんうん、もうなんかぷよぷよボールいっぱいあって、見た目も可愛いみたいな。で、射的もできるっていう、うんうん、なんかお祭りとかも最近コロナ禍でなかったりしたから、うん、こう、お祭り気分味わえるのもめちゃくちゃいいなって思います。確かに。なんか遊びはね、遊びもいっぱいあったし、うん、なんかグルメで、なんかこれ食べてみたいみたいなメンバー多い。はい、おお私はイカ焼きが大好きなんですよ。おおだからめっちゃいい匂いも、さっきめっちゃ匂いするね、鼻の中に入ってきたので終わった後に食べてみようかなって思います。食べてみてください。ということで次の曲は私たちのオリジナルソング、デートインザスタジアムです。開幕戦の日に大切な人とスタジアムデート、どうですか？それでは聴いてください。デートインザスタジアム。スタジアムで始まる恋のゲーム、君と楽しんでいたい。グランプかける二目で追う、二人で出かける夢を見ている。立てた作戦ベタな偶然、サッカーチケット達成時で君うなずいて決まった。スタジアムの待ち合わせ、ねえこれはデートなの？
皆さんこの曲を聴いてご家族や大切な方とベースタジアムデートしたくなっちゃいましたか。なりましたね。ありがとうございます。ハートが。はい、じゃあもう早速続いての曲に参りたいと思います。はい、はい、この曲はですね、サンフレッチェ広島のマスコットキャラクターサンチェくんのサンチェ体操になります。イエーイ。もう開幕戦も近いということで、開幕戦から皆さんがバッチリ踊れるように今日はレクチャーをしていきたいと思いますので、はい、ちょっと手は動かせる範囲でいいんですけど、ちっちゃくてもいいのでちょっと振りも一緒にやっていただけるとなと思います。はい、はい、今日レクチャーするところはサビの部分なんですけど、結構出てくるんですよ。なので、あ、もう踊れるよって方もいらっしゃると思うんですけど、練習がてらもう一回初心に帰ってやってみてください。はい、それではまず自分の膝に手を当てるところから、2階の方もよかったらやってみてください。それではいきますよ。いっせーので、膝肩バンザイサンチェサンチェ、サンチェ体操2階、サンタカタバンザイサンタイソーサンタカタバンザイサンタイソーサンタイソーサンタイソー。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もうね、初っ端からこの振り出てくるので、皆さん真似しながら、そして1番と2番の部分は前のスプラを見ながら一緒に踊ってください。はい、それではミュージックスタート。それではレクチャーのところからです。せーの、膝肩バンザイ三へ、1回2回膝肩バンザイ三へ、1回2回膝肩バンザイ前に顔ガーミニューやキラニューミヤ1、2、3。次は大きくジャンプをするのですが、飛べる範囲で飛んでください。せーの、ジャンプ。自分の手に置いてください。サンジ君がよくやるポーズ、山を作って魚になって私に釣られます。ほっぺを右左、お腹を叩いて元気ポーズ。手を右左に上げて、右左ガオガオ3回、せーの、ガオガオガオ。手を握って4回叩いたらサビ、せーの、のジャンプ。ありがとうございます。次は2番です。自分を親指で刺してください。応援団になります。右に手を刺して手を広げます。回りますよ。せーの、回って大きく虹をかけます。左足左右左蹴ってグッと手を右に上げて、4回叩いたらサビ、せーの、前にもステージで踊ることがあるので一緒に踊れたら嬉しいです。はい、一緒に踊ってください。お願いします。そしてですね、はい、
なんとちょっとビッグニュースがありまして、皆さんとご存知だとは思うんですけど、はい、今シーズンの試合中全席でマスク着用での声出し応援が可能となりました。昨シーズンまでは、ね、一部のエリアのみだったんですけど、うんうんうん、もうねすごい本当に声出しってみんな聞いたことないよね。ないですよ。私はあるんですよ。だからね、皆さん開幕戦で一緒にそのもうね本当にね言葉では表せれんぐらいもう、うん、なんか胸の奥を伝わってくるような凄さが、本当に。だから皆さん開幕戦で一緒に応援しましょう。しましょう。はい。ね、皆さんの中にはきっと声出し応援久しぶりだよっていう方や、まだやったことないよっていう方もいらっしゃるかもしれないので、今から私たちと一緒に試合中の応援歌であるちゃんとの練習をしたいと思います。ちゃんとって何ですか？疑問に思ってる方がいいと思うんですけど、ね、試合中の応援歌同じこと言っちゃった。はい、はい、で今日試合中の応援歌試合中の応援歌で、今日練習するのはサタデーナイトの替え歌の広島ナイトです。で、私たち歌うので、多分ね、今日外だから皆さんも声出していいと思うので、よければ一緒に歌ってください。はい、お願いします。それでは、いきますよ。初めての方も一緒に手拍子でやってくださると嬉しいです。それでは、いきますよ。はい、はい、広島ナイト、さあ行こうぜ、どこまでも走り出せ、走り出せ、輝け俺たちの誇り、広島、広島、おー、はいはい、ラスト、さあ行こうぜ、どこまでも走り出せ、走り出せ、輝け俺たちの誇り、広島、広島、わあ、わあ、ありがとうございます。なんかさ、すごいね。ちょっともう気分味わえちゃいました。すでに一体感みたいな。そしてね、このちゃんとにプラス、タオル、紫のタオルを皆さん回すんで、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、それを回すんですよ。そしたら、スタジアム内が紫に染まるんですよ。うん、それはね、ほんまに素敵。楽しみすぎる。そうなのね。もう、この試合中の楽しみをね、ちょっと今、楽しみワクワクってなったんですけど、うん、こう、スタジアムに行って、試合前にも楽しみって本当にたくさんあるんですよ。うんうん、で、その一つとして、スタジアムグルメって本当にたくさんあって、もう、スタジアム内歩くだけでもいい匂いがね、もう、本当にたくさんいい匂いがしてきて、もう、どれ選ぼう、どれ食べようって迷っちゃうと思うんですよ、初めて来る方も。なので、ちょっと私たちサンフレッチェレディースの公式ツイッターの方で、グルメリポートというのをやってまして、ぜひね、試合時には更新してるので、そちらをチェックしていただけるといい、美味しいねグルメを見つけられて満喫できるかなと思いますので、そちらも分かったらチェックお願いします。ということで、なんと次が最後の曲になります。もう一回もう一回、最後の曲になります。久しぶりのありがとうございます。最後の曲は私たちのオリジナルソング輝く私でです。7人体制でのね、輝く私では初めてなので、ぜひそこにも注目して聴いてください。それでは聴いてください。輝く私で、この声で、この指で、ステージいっぱいに描きた私には何だ
3時15分からはサンフレッチェ広島レジーナの皆さんのトークショーがあります。先ほどね、楽屋でね、お会いさせていただいたんですすっごく可愛かった、綺麗な、お綺麗な方でした。はい、お綺麗な方でした。そして17時15分からはサンフレッチェ広島レジェンド OB の熊野雄一さんと青じつけをして、17時40分からは佐藤久人さんのトークショーがあります。あ、もうめっちゃすごい、すごい、はい、そしてなんとなんと、お今日はサンフレグッズやお菓子などが当たる大抽選会が開催されてます。もう買えたよって方はどのくらいいらっしゃいます？お当たった、すごいすごい、羨ましい。で、特賞にはサンフレッチェ広島ユニフォームで、一等賞にはルヴァンカップ優勝記念のガチャフルセットで、二等賞にはサイン色紙など、まだまだ商品はたくさんあります。すごい。そして、はい、そして空くじがないんです。え、全部当たる。そうです、そうです。やるしかないですね。やるしかないですか。だがしかし、サンフレもプレスタモールかじる横川、お買い物レシート1000円以上、お一人様1回限りとなっております。1回限りなんだね。そうなんです、ワンチャンスですから。なのでまだチャレンジしてないよって方は、ぜひ1000円以上お買い物していただいて、ぜひぜひチャレンジしてみてください。はい、皆さん、私たちのステージが終わってもいっぱい楽しいイベントたくさんあるので、まだまだ皆さん帰れませんか？ってことで、ステージは以上になるのですが、はい、最後にちょっと集合写真というか、あの写真ですしね、今日、はい、近いですので、ちょっと一回ね、そう、しかもね、サンフレッチェレディス2023になってから初めての写真なので、皆さんぜひ撮ってください。それでは行きますよ、せーの、あ、1、2、サンフレッチェ。お、たくさんのカメラありがとうございます。 OK かな。あ、2階の方もありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ写真タイムです。はい、みんな右向きましょう。はい、右側の皆さんに向いて行きますよ。はい、こっち、はい、右側の皆さん撮ってください。1、2、サンフレッチェ。 OK、 じゃあ真ん中行きましょうか。はい、真ん中の皆さん行きます。せーの、1、2、サンフレッチェ。すごいカシャカシャ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。左側の皆さん行きます。はい、はい、ありがとうございます。せーの、1、2、サンフレッチェ。すごい、すごい、社会系みたい、バシバシ、すごいすごい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは以上、スプラッシュでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。